はい、ティーシェルでございます。そして、ももちゃん、ズでございます。ね。お散歩、来ました。ね。お散歩に来ました。あいにくこの天気です。ちょっと雨降りそうですが、今曇ってて、特にね、日が出てない状態で、特に、畑来ました。風がすごく冷たいです。で、今もう梅雨がね、明けましたので、もう本格的に真夏です。で、地面、OK。で、暑くない。ので、散歩しに来ました。で、皆さんもね、一応ね、地面確認してください。火傷しちゃいますからね。二極火傷すると、ね、ペロって剥がれたりしてしまいますからね。肉球大切にして、ください。さあ、降ります。ね。いいですか？降ります。やだね、ももちゃんね。ね、ちびちゃんたちがもう、わんさかここにいるから、自分の場所が狭くなっちゃってね。じゃあ、ももちゃんから出るよ。ももちゃん潰れるじゃん、あんた。潰れちゃっとるじゃん。ももちゃん、はい、出るよ。ちょっと。じゃあ来て。ほっ。はい。よいしょーよ。ね。ちょっと、ももちゃん、足腰が、ちょっと弱くなってしまったんで、自分で、降りることが、困難になってきましたから、下ろしてあげます。ね。で、下ろす順番もですね、しつけの関係のお話で話している通りにですね、上の順番から、下ろしていきます。一番最年長のももちゃんから下ろして、次。はい、一番降りて。降りて。はい、よーし。はい、ストップ。ちょっと絡まっとる。あった。はい。ね、ストップしてくださーい。待てよ。ね、かえでちゃんも、ね、しっかり待ってくれてますから。はい、降りて。よーし。ということで、お散歩着きました。はい。ね、で、引っ越ししてですね、場所的に、畑に近いところに変わりましたので、もう歩いて5分ぐらいで来れるんですけど、まあ一応ちょっと車で来ました。ね。さあ、いいですか？ちょっとストップしてちょうだい。なんかね。ちょっと今準備中ですから。いいですか？さあ、行きますよーと。ももちゃん。ももちゃん行くよー。ママ。ももちゃんぼーっとしない。ももちゃん。ももちゃん。もうももちゃん、ぼーっとしない。ね、ぼーっとしない。いいですか、ももちゃん。はーい。さあ、ももちゃんね。ということで、お散歩で、楽しんで、のんびりと、行ってきましょうね。しっかりと、一緒になって、満喫して楽しみましょうね。スローペース、スローペース。いちごちゃん、それいいよ。ね、いち。ものすごいスローペースなのがお分かりいただけますかね。もう私全然歩いてない。これぐらいのスローペースなので、ね、のんびりのほほんという感じでストレスなく行きましょうかね。で、お散歩はちゃんとね、じっくり時間をかけてあげてくださいね。時間をかけることが大切ですね。急がないように、慌てないように、一つ一つやってから対応して出発すればいいですからね。よし、さあさあさあ、偉いね。いいぞ。
ちょっと早いよ、あなた。さあ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 。で、曲がるよ。ちょっとあなた、もうここ大好きだね、あなたね。匂い嗅ぐのが。もういいですか？行きますよ。行くよ。そう。はい、まあ、こっち曲がって。はい。さあ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 。あおりこ。ね。ワンちゃんたちはね、ちゃんとね、聞いてますからね。飼い主さんの言葉ちゃんと聞いてますので、カエデちゃんも聞いてくれてるので、ね、指示出しをしっかりしてあげてください。で、できたらちゃんと褒めてあげよう。ね。できたらちゃんと褒めてあげると。ね、あおりこ。ね、あんたその顔で合図しなくていいから分かったね、あおりこさん。ね、かわいで、かえでちゃん、かえちゃんちょっとさ、ちょっとストップ。あんた、ちょっと引っ張らないで。ね、のんびり行って。もうかえでちゃんできるはずだよ。のんびり行く。ね、引っ張らずにのんびり行くことできると思うよ。あなた。もうできるはずだよ。ね、私の今歩き方見ていただければ。わかると思いますけど、ものすごいのんびりペースね、ももちゃんの歩きやすいように歩いてますね。若い連中合わせなさいね、若い連中合わせなさい。そう、あおりこ。さあ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 、ね、ずかずかいかない、いいですか。特に思いっきり引っ張ってもね、いませんので、もうブランブランの状態ですね。はい、引っ張り癖っていうのはこの子たちはもう持ってないですね。ただカエルちゃんはちょっとね、気持ちね、早く嗅ぎたい、早く行きたいっていう気持ちがちょっと強いね。もう少しコントロールしたらいちごちゃんみたいにのんびりできそうだね。ね、で畑をまあこう半周かな、ももちゃんの体力作りで半周ぐるーっと回って帰ってきたいと思いますね。まあ、決して走れとかね、早歩きしろなんていうことはももちゃんには要求しませんのでね、あくまでお散歩っていうのは体力つけるのはついでですからね。一番はやはり楽しむことですね。飼い主さんとワンちゃんが一緒になって楽しむということをまず心がけてからやりましょうかね。ストレスなく、ストレスなくね、やっていきます。でもちょっと雨降りそうか。あっちはね、すごくね、晴れてるんですよね。雲全然ないね、晴れてる。ここだけ、多分ここだけなんですよね。で、ちょっと向こうも晴れてるので、多分ここの周辺だけ曇りがね、あるので、ちょうど今いい時間なんだね。畑のところは。さあさあさあ。いいかだね。あ、誰かのうんこあるよ。ダメよ。はい、こっち来て。さあさあさあ。誰かのだ、あ、ダメ。ブブブブブ。よし。あおり行こう。ね。しっかりと指示出ししてあげてくださいね。で、飼い主さんね、何か拾い食いとか、ワンちゃんよくね、する子、特にそうですけど、飼い主さんが先にまず目撃してあげて、ちゃんとね、嗅ぐ前に指示出してあげてくださいね。これはちょっとまあ、癖というか、日頃のこう習慣づけをしないと、なかなかやれなかったりするんですけど、見つけたら、ワンちゃんが嗅ぐ前にね、嗅いでから注意すると、もうパクッと行っちゃいますから、嗅ぐ前にちゃんと注意して、リードをね、合図で、ちょんちょんとこう、およいって、合図してあげて、行きます。ね。あおりこ、あおりこ、偉いよ。さあ、さあ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 。ね。で、ちゃんと指示に従ったら褒めてあげてください。褒めることを忘れないようにね。
散歩でね、褒めることを忘れる方が結構いますからね。叱ることはたくさん叱って、褒めるのを忘れるっていうね、方結構いますからね。叱ることなんてあんまないんですよね。はい、行くよ。よし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 。ということで、まあ、この調子で、ね、まだ車が、あそこに見えるんですけど、わかりますかね？ぐーっつって、私、今、車乗ってきたんですけど、こっからまだ、この調子でのんびり、1時間から2時間の間、やっていきたいと思います。ね。ということで、ももちゃんの体力作りのお散歩動画でございました。じゃあ散歩、楽しんでいきます。じゃあ次回もぜひ、ご覧になってください。バイバイ。バイバイ。ももちゃんバイバイ。みんなバイバイ。行きましょう。